こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日はディズニーランドへその12、ロイヤルシアターへという話です。今年12回目になりましたディズニーランドですが、今回はロイヤルシアターについてお伝えをしたいと思います。天気の方はやっぱりね、朝はあまり良くないですね、この時期はね。これは仕方がないことかなと。これはね、毎年同じことなんですけれども、7月は朝あまり天気は良くないですけれども、まあ、ある時間になりますとね、綺麗に晴れるという、そんなロサンゼルスであります。今日はですね、休日です。で、休日がね、どのぐらい混むのかっていうのもちょっと知りたくて、開園よりはちょっと1時間ぐらい後だったと思うんですがね、9時過ぎ、もう10時近かったと思いますが、こちらの方に来てみました。そうしましたらね、あれ、いつもより車多いなっていう感じなんですね。で、まあ、今までね、もうちょっと早く来てたと思うんですが、こんなに多いことはなかったんじゃないかなと思うんですが、ちょっとね、やっぱり休日だから、あるいは平日だからという、まあ、うまいその、まあ、方程式というんですかね、なんか成り立たないですね。やっぱり混んでる時は混んでる、混んでない時はなんか混まないっていう、そんなような状況ですね。傾向と対策というのがちょっとよくまだ分かっておりません。さてね、最初にディズニーランドに来まして乗ったのは、この馬車のね、トラムっていうんですかね、これもね、今まで乗ったことはありませんでした。ですのでね、今回ね、こういうのに乗ってみようということで、今からね、シンデレラ城の方に向かっている最中です。まあね、もう開園から1時間以上経ってますので、ね、もう多くの、皆さん来ていらっしゃいますんでね。なかなかディズニーランド混雑してますね。さてですね、まあ、6月に入ってからは学校がお休みということでね、どうもね、平日の方が混んでるような気がするんですけどね。で、休日はね、どうしてもダイナミックプライシングっていうのをこう使ってますので、値段がね、全然違いますよね。ですからね、今、平日がね、混んでるっていうのもね、まあ、例にかなっているかなというふうに思います。まあ、そんなわけでね、これから何回か来て、何か結論が出ればいいなと思うんですが、いやだ、結論出すのは難しいかもしれないですね。さてですね、今回乗ってないものということでね、今日はね、アストロオービターっていうものかな、それにね、まずは乗ろうということで、こちらの方に来ました。でね、これはね、今までね、子供用の乗り物だと思ってたんで、これ20年間で、ね、1回もこれ乗ったことなかったんですね。ですがね、今回はね、ちょっと乗ってみようということで乗ってみました。ですけどね、すごい狭いですよね。これね、2人乗りで、ティーナさんが前に乗っているんですけれども、まあ、真ん中のところへこう足を挟むような形で乗るわけですけどね、動き始めましたらね、遠心力でね、ティラさんこう外側にずれてしまうんですね。そうしますとね、私の足がこう挟まれていくということでね、いや、これはね、我々ですらこんな状況で、体の大きい欧米人はね、どうなるんだろうな、なんていうふうにちょっと思いましたね。まあね、これは子ども用の、まあ、アトラクションだということだとは思うんですけれどもね、これにね、3人乗ってる人もいましたんで、どうなっちゃってるのかな、なんていうふうに思いました。
さてね、前回も紹介したこのストーリーリーディングアットロイヤルシアターで、前回はね、ラプンツェルだったと思うんですよね。今回は、これはビューティー&ビーストだったということなので、こちらの方をね、見ることにしました。こちらもね、やっぱりね、前の席お子さん多いですよね。まあそんなわけでね、このビューティー&ビースト、美女と野獣ですよね。で、私はこの物語あまりよく知らないはずなんですけれども、あのお孫ちゃん預かってる時にね、やはり、こういったのをねブルーレイかなんかで見てましたよね。なんでまあ、ストーリーなんかはよく分かっていたので、まあこちらのねシアターで行われているものもよく分かりました。ただね、かなりアレンジがしてやって、結構笑える分もあるし、非常に面白かったですね。で、前回は、ラプンツェルだったんですが、出演してる人はね結構同じでしたね。ピアノのお兄さんも同じでしたしね、まあ、結構同じキャストの方がね、いろんな物語をねこなしてるんだなということで、ちょっと感心しましたね。そしてね、お昼になりましたので、ザ・トロピカル・ハイドウェイというところに行きました。そこでね、こういった春巻きだったり肉まんだったり、これドールがやってるみたいなんで、ウェブクリームとかね、そういうのもやってましたね。ですからね、今写真にあった通りそれを食べてみました。そしてね、今ね映像の方はね、これは、なんていう通りなのかな、その鳥がね、ちょうど、ご飯を食べてる最中にわーって喋り始めるんですよね。だもんでね、面白そうだということでね、この映像を撮ってるんですがね、ちょっと皮肉にもね、私が撮ってた1分間はね喋りませんでした。動いてるだけでしたね。で、なんで喋んないんだっていうことで、映像を止めたらね喋り始めたということでね、ちょっとよくわからなかったですけれどもね、そんなお昼でございました。そしてね、今度はスターウォーズエリアに行きまして、いろいろとね、この辺歩いてみまして、今ねタイムラプスでね、映像を撮りましたけど、まあいろんな人いっぱい来ますよね。まあね、ここはやっぱり新しいアトラクションなので、非常にね人気がありますよね。このね、今前に来た人もねライトセーバー持ってるんですよね。いや、すごいなーなんていう、どこで振り回すのかななんてちょっと思いました。まあそんなわけでね、日曜日でしたのでね、とにかく早めに切り上げようということで、多分ね時間の方2時ぐらいだったと思うんですがね、これで家に帰ることにしました。まあね、最初にお伝えした通り、一体、いつが混むのかな、いつが空いてるのかなっていうことをね、いろいろ考察はしていたんですがね、やっぱり日曜日もダイナミックプライシングで値段が高いといっても、やっぱり混んでることは混んでますね。まあね、6月7月、まあ、8月の、まあ、前半までは子供が休みなので、どうしてもね、安い平日が混むんじゃないかなと思うんですがね、またその後どうなるのか、まあ、その結果がね分かればお伝えしたいかなというふうに思います。まあそんなこんなの、ディズニーランドへその12、ロイヤルシアターへというお話でございました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。